貴族の綾小路レオさん35歳ですね。よ、いやまあこの人の修行も面白そうだからさ、倉庫に行く前に1回ぐらいやっとこうかなと思ったんですけど。いや来たね、グミ。そのグミンってのやめない？俺品田達夫って名前ちゃんとあるからさ。品田達夫？またあれだな、安い名前だな。まあレオに比べたらな。そりゃレオ様に比べればね。早速同じこと言ってるレオ様ってつけるとなんかハリウッドスターみたいになっちゃうよ。ここに来たってことは当然僕の稽古を受けるために来たんだよね。そういう話だったね。まあ一応そのつもりなんだけどね。稽古なんて言えるほど立派なことできんのなんだその笑い方敵の笑い方なんだよいいかしなら、今の僕は前の僕とは一味違うぞ。お前に三度の飯よりありがたい技を授けようと言いたいところだけど、僕はゴーンと奉公の関係が成り立たない限り下々のものに施しを与えることはないよ。あ？だって俺がチンピラから助けてあげたじゃないか。そうだよ、その分まだ返してもらってないぞ。だから弟子にしてあげただろ。それ釣り合ってますかね。それでもういい分だよマジでゴーンと奉公とか言ってる割にはケチくさいな。一つの恩には一つの奉公、これを守らないと他の家来にメンツが立たないからね。いるのか他の家来。あっそう。で、じゃあ稽古つけてもらうためには何をすればいいわけ。何でもいい、なんかしろなんか面白いことしろみたいな。なんちゅうアバウトな。あーそうだな、俺は金あんまないし何ができるかな。あっそうだ、よし述べよ。いちいちイラッとするな。あら、俺が人生相談に乗るってのはどうだ。人生相談こいつの相談に乗んの。品田も人の相談に乗れるような人生は歩んでないだろ。はあ、まったくグミンが何を言っているのやら。お前に助言なんかされなくたって僕の人生は十分満帆だよ。でもさ、ぶっちゃけ彼女欲しいっしょ。あ、そこですか。いらないよ。いやほら、ここだけの話だから、ぶっちゃけ欲しいっしょ。キョトンとするな。あ？それはね、欲しいよ。ママにもいつ結婚するんだとか言われるし、お見合いとかないの？貴族なんでしょ？いい名付けみたいなのいないの？ほら、やっぱり、任せてよ。ぐぬぬ、なんだか言わされた感がすごくあるんだけど。正直になりなって、それが正しいよ、レオ君。キーじゃねえよ。位の低い悪魔なんだよ、いちいちボイスが。グミンが図に乗るな。まあいいよ、とりあえずそれでいいからちゃんと僕のためになることしろよ。え、すごく品のない言い方をすると、こいつに女をあてがえば稽古つけてくれるってこと？僕が納得しない限りは稽古つけてやらないからな。品田だから風俗とか連れてくんじゃないの大丈夫だって、俺の見立てじゃかなりハードル低そうだから。何なんだ、バカにしてんのか。してないしてない、安心しなって。そうなのか、じゃあ分かった、お前を信じよう。 OK、 じゃあ俺のアドバイスが気に入ったら稽古ってことで。分かった、じゃあよろしく頼むよ。え、相談に乗るんでしょ。お、来たね、何の用。稽古をつけてもらう、人生相談。相談に乗ってあげないと稽古つけてもらえないわけでしょ。稽古をつけてもらう。あのさ、ゴーンと奉公だって言ったじゃん、お前なんかしてくれた僕にね。だからあれだなこいつに女をあてがわないといけないんだなすごい悪い言い方だけど、じゃあ相談乗ってやるか。まあでも人生相談だもんな。うん、本当に相談に乗ってやるだけでいいのかもしれないね。じゃあ人生相談を始めようかこんな場所で偉そうによく言うね。で、何してくれるの。レオ君レオ君ってすっと読めない時あるなレオ君に彼女ができるようにする前にまずはレオ君のことをよく知らないとね。まあそうだね、そんなに知らないからな、普段何してんのかもわかんねえし。俺がいくつか質問するからそれに答えてくれ。わかった、いいよ。さて質問は、あ、選ぶの。今まで彼女いたことある、こんな分かりきった質問する必要もないでしょう
どんな女の子が好み？絶対に譲れない条件ってある。あー、ちょっとオーソドックスなこと聞いてみようか。じゃあどんな女の子が好みなんだい？うん、僕の貴族としての品位に見合う人だな。ある程度の家柄は当然だし。家柄か、難しいな。品田の情報網じゃ、容姿端麗、才色兼備っていう感じかな。ハードル上げてきたな。あんなやつ見たことないよ。いや、俺の生活の中にいないだけか。さて質問は、ああ一応これ全部聞くことになるのかな。じゃあ分かりきったこと聞いてみようか。今まで彼女いたことある？この感じだもんな。お前分かってて聞いてるだろ。ないよ、どうせないですよ。なるほどな。ちなみになんかこう付き合ってないけど遊んじゃったてへとかいうのもないの？そんなハレンチなことするわけないだろ。僕は貴族なんだぞ。付き合ってない人とは手もつながないよ。それでいて才色兼備を求めてんだもんな。ハードル上がるな。思ってた以上に純情系だな。さて質問は、全部聞くんだな。絶対に譲れない条件ってある？うん、そういう条件とかある？僕以外の男とは一切か。わーい、ぐっと絞られたな。さらにただでさえハードル高いのに。僕以外の男とは一切会話しないことだね。ま、付き合う以上はそれは当然でしょ。35歳でしょ、レオくん。いやー、それはちょっとハードル高くない？全く愚民の思考にはついていけないね。血筋を守るためにはそれぐらいのこと当然だろう。まあ、貴族なんですもんね。これは重症だ。俺のアドバイスでなんとかなるのかな。なるほどな。聞いたかぎり結構な意識改革が必要そうだな。意識改革？は、僕のマインドがお前のアドバイスくらいで変わるわけないだろう。とりあえず聞いた限りで俺が取るべき行動は、いや、ガチで説教する。いや、まあ説教聞き入れるタイプでもなさそうだけどな。いい話をして心を開かせる。いっそ風俗店に連れていく。まあ品田らしい選択ではあるね。全部ダメそうなんだけど。マジでどれもダメそう。さすがにこれはないのかな。まあなさそうなとこから行ってみるか。なんかこれどうせ当たり引くまで続けそうだもんね、この選択肢。連れてっちゃおうか、品田くん。俺にはレオくんを説得するのは無理だ。身の程をわきまえたのは評価するけど、偉そうなことを言っておいて諦めるのか。違う、レオくんにはいろんな意味で一皮向けてもらう。え？あ、これはもう問答無用で連れてく感じ。あ、これ正解だった、もしかして今の選択。これ正解だった可能性があるな。ここは俺の一番のおすすめの店、太ももクラブじゃないの？一番のおすすめは人気ナンバーワンの子を予約しといたから。まあ、こういう綾小路レオくんみたいなタイプにはおすすめの店なんだな。は？いきなり何なんだよお前、入るわけないだろそんなの。まあね、他の男とは手もつながない子がいいんでしょ、レオくんは。まあ荒領事というか。あ、ちなみにこの店かなり怖い人たちがやってる店で、予約したのにキャンセルするとひどい目に遭うから。怖っ。品田お前勝手に何言ってんだよ。ちゃ、綾野浩司、ちゃんと品田って呼んでくれるようになったな、レオくんは。ひぃ、何、捨ててこい、すべて。なんで僕が綾野浩司。わかった、わかるような力技じゃねえか。圧で押し切ったな。うん、言ったの？でもおすすめの店。店の前で待つのかよ。お、終わったかい？ただいま。お、どうだった？どういう店なんだよここは。なんかいろいろどうでもよくなった。いいね、悟り開いて。他の男と手をつながない家柄のいい子とか言ってたのに。なんなんだよいきなり。あ、これが正解だったんだな。じゃあふざけんなよ。でもよかったでしょ、お前話そらして。よかったでしょ。うん、ハード下げてみてもいいかなって思えたでしょ。思えた。
よし来たよ、これやったね、レオ君、大人の階段登ったよ。いやまあ、うん、確かにそうかもしれないかな。やったね、これで貸し1な。くねね、仕方ない、認めてやるよ。よし、じゃあちゃんとお返してね。これでやっと稽古を受けられるってことだね。何がいいかな、テレビとか、いや車かな、やっぱ現金か。何言ってんの、お返しに稽古つけるって言っただろ。あ、そうでしたね。みっちりその体に教え込んでやるから、しっかり準備してこいよ。うわ、嫌な予感。とりあえず了解、また来るよ。稽古は稽古で、なんかちゃんとやることがあんの。あ、ここで放り出されるんだ。あ、じゃあまたレオ君のところ戻ってみようか。レオ君、これで稽古つけてくれるんでしょ。お、来たね、何の用。あ、でも人生相談も選べんだな。どうなんだろう、前倒しで人生相談するってこともできんのかな。一つの相談に対して一つの稽古なんでしょ。一気に人生相談やって一気に稽古するみたいなことしてもいいのかな、まあ、とりあえず稽古をつけてもらってみようか、せっかくだから。稽古をつけてくれ。よし、いいだろう。じゃあ場所を移そうか。え、場所を移す。あ、俺もう戦う感じだったりする。で、何すんの。え、いや、こっちのセリフだよ。そりゃそっちが決めるんじゃないの。お前の稽古だろ。知らないよ、僕は品田のこと、品田のこと何も知らないのに何を教えればいいのさ。武器の扱いでしょ。え、逆ギレっすか。あ、じゃあ分かった分かった、まずは手合わせしよう。お、来たな。僕は武器が得意だから武器使うよ。品田は素手でも武器でも好きなようにしていいよ。ただ使ってる武器がすり減ったりしても僕は一切責任持たないからね。自分で修理しなよ。そう言われるとな、無限耐久武器使いたくなるけど。あー、マジ。師匠との修行バトルではヒートアクションが使用できません。また綾小路は見かけによらず腕が立つので。まあ師匠ってぐらいだもんな。しっかり準備をして修行に挑みましょう。じゃあ始めるけど大丈夫。始めてくれ。あー、まあでもただの戦闘か。そんな別に特別面白いことはないね。しょうがない、相手してあげるよ。よし、じゃあ始め。でも腕立つんだもんな、見かけによらず。どんなもんかな。ヒートアクションなしって結構骨折れそうだけど、結構体力あんな。これ削んの、ヒートアクションなしで。ほら、あ、くそ、しっかり避けてくるな。うん、ガードもしてくるし。おっと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 、これは強敵かもしれん。うわ、足元狙ってきた。ちょっと待てよ、どうしよっかな。無限耐久武器もいいんだけど、ちょっとね、ここぞという場面で使う用の武器も用意してるんですよ。フォトンブレードという。まあこのフォトンブレードはいわゆるどこのご家庭にも大体一つはあるごく普通のビームサーベルなんですけど。これ使ってみるか。このフォトンブレードね、敵に当てるとほら、こうやって痺れてくれるんですよ。痺れて踏みつけての繰り返しで、あ、でもガードはしっかりしてくるんだな。くそ、よし。いやー、でもなんかすり減るのもったいないな、消耗すんの。よし、うん、強いんだけどね、間違いなく。よし、勝てるぞー、おら。あー、結構骨折れた。ヒートアクションないから地味な戦いだしね。いててててバカ、ちょっとは加減しろよ。こっちのセリフだ、ふざけんなよ。強えじゃねえか。これだからクビンは。だって好きにしろって言ったじゃん。キッ、低級悪魔の声。頭の中発泡スチロールでも詰まってんじゃないの。仮にも家来が全力でやっていいわけないでしょ。稽古なんでしょ。弟子じゃなくて家来になってるよ。本当にもう、もう少し目上の人間に対する態度とか考えた方がいいよ、マジで。別に目上じゃねえしな。なんなら年下だしな、品田より。なんだよ、もういちいちムカつくな。まあいいよ、分かったよ。俺の方が身分低くて悪いんでしょ。すいませんね。謝り方がなってない。けどまあいいよ、今回これで勘弁してやるよ。でもなんかこれで技を覚えるんでし
とりあえずお前の腕前は分かった。思ったよりも強いじゃんか。あなたもね。それがどうも。それでしなら、お前は僕の戦い方を見て何か気づかなかったか？ん？そういう感じ？見て学ばせるタイプの師匠。戦い方を見て気づく？寿司屋かよ。で、何のためにやってんのお前。教養がないのは100歩譲っていいとして、稽古つけてて何も感じ取れないんじゃダメじゃん。もう、師匠が握ってる姿から勝手に盗めのスタイル。僕はね、武器がなるべく壊れないように一つ一つの技で使い方に気をつけてるんだよ。あ、武器が壊れないようになるのかな？壊れにくいようになるのかな？同じ技でも武器の負担にならない当て方とかそういうのすごい考えてるんだよ。おお、なんかすごいな。突然師匠っぽい感じになった。お前僕のことなんだと思ってんの？貴族ですよ。ちゃんと敬って、ちゃんと。まあまあ、俺も昔スポーツやってて道具大事にする感じとかそういうのはなんとなくわかるからさ。ああ、そうだね。とりあえず真似しながらやってみるよ。倹約の心得、そういうことか。武器が壊れづらくなんだね。それじゃこれでゴーンと方向一つしようかね。また教えてほしければなんかすることだね。意外といい内容だったからちょっと次も頑張っちゃうよ。まあ愚民は愚民らしくせいぜい頑張ったらいいよ。じゃあね。あ、これでもそうだな。まあ稽古パートのねレオ様との戦闘は割と骨が折れたけど、あれここどこだ。あ、そこか。レオ様、人生相談の部分だけ先にできちゃうんだったらここだけ一気にやるのもいいかもしんないね。人生相談。あ、じゃあどうしよっかな。ちょっと今回はレオ様の相談パートでもいいけど、でもミルクちゃんのところ行かなきゃっていう話もしてたからな。行くか。タクシーで名古屋港の62番倉庫に。うん、ミルクちゃんが待ってるね。よし、じゃあレオ様にやられた分の体力も回復しといたので62番倉庫だな。弟さんが捕まったみたいなこと言ってたんだよね、ミルクちゃんが。行こう。宇野さんのことは高杉さんに任せてあるし、宇野さんにももうちょっと話聞いときたかったけどな。誰にやられたのかとか。で、前にあるのが62番倉庫だ。あの中にミルクちゃんたちが。タクシーで62番倉庫っつって通じるもんなのかな。あ、なんかマップ複雑だな。でもまあ、まっすぐ行けばいいんだな、ここ。静かだなぁ、怖え。そういえばなんかほっぺに傷のある人がいるみたいなこと言ってたんだよな、ミルクちゃん。前回電話で。その時俺全然気づかなかったけど。そういえばボールペンで刺された人いたね、警備会社の。あいつ、もう捕まってる、ミルクちゃん。ミルクちゃん、大丈夫か？いや、でもこんな誰もいない場所に放置されて。弟さんはどこに？ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの？たっちゃん、ごめんね。え？あ、え？あれ、牛島さん、牛島さんじゃん！バーの。あー、これ餌にされたのか、ミルクちゃんを。これ本当は弟さんなんて来てないのでは？うん、牛島さん。これ、ミルクちゃんも来るってことだよな。そっか、こう、もう、あの町の人たち、みんなが、ヤクザのいない平和な金鋭町を望んでるから、今さらその辺、嗅ぎ回られたくないんだ、名古屋組のこと。牛島さん。あ、そう来たか。指令だ。品田を始末し、これ右の人とか薬局の忠告に耳を貸さんかったおばちゃんだよね。あんたが悪いんだわ。最初にドリンクくれた牛島さん。危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれればこんなこと死んで済んだのに。これ辛いな、ミルクちゃんに。まあ、親組の実態裏切られたような、これが答え感じになったの。あ、信じねえ。この人たちが
俺は信じねえからな。この人たちが名古屋組ってこと？言い残したいことはあるか。え、殺すの？15年付き合った仲だ。遺言ぐりゃ聞いてるわ。殺すの、品田のこと。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえ。いや、なんか品田の人の良さにつけ込まれたのが辛いな。勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。街で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。いや、まだ裏に誰かは。そうだ、いるよな。名古屋組っていうのは。え、マジでそうなの？我々一般市民で組織された組なんだわ。本当にヤクザ絡んでないの？筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。はあ、牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。なあ、つけて飯まで食わせて。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。ああ、そう信じたいんだな、品田は。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は。あ、これ太ももクラブの店長。牛島さん、太もも店長。ええわ、俺がやる。え、マジでちょっと行動が急すぎない？なんか品田をそっち側に引き込むとかさ、そういう交渉があってもいいのでは。ああ、これ高杉さんを置いてきたのが裏目に出たのか。一人で来ちゃったもんな、のこのこ。あ、いや、もしかしたら宇野さんもグルだったのか。高杉さんを引きつけるために一芝居打ったのか、品田を一人にするために。ん、何もたもたしとるんだ。ん、え、はよ始末しんか。これ警備会社の人か。あの、そうだ、あの社長だ。まあ、この人も町の人だもんな。ヤクザっぽいけど、ヤクザじゃないんだよね。町守るのに躊躇はいるんだ。え、まさか。くっ、高杉さん。てめえら、生命保険もかけてねえ人間勝手に殺すんじゃねえよ。いや、かっけえ。もう最高の仲間じゃん。シャダ、逃げるぞ。ああ、かっこよすぎるぜ。高杉さん、世界一かっこいい闇金。あー、でも戦闘はあんだ。警備会社の人とかいんね。あ、高杉さん一緒に戦ってくれる。最高じゃねえか。俺が時間を稼ぐから先に逃げて。ええー、そうなの？一人で戦うの結局。くっそ。あ、行っちゃった。高杉さん、カッコつけやがって。絶対死ぬんじゃねえぞ。いや、こういう時にいいヒートアクションありますよ。刀使ったヒートアクションで空中で人を足場にすんだよ。イカれた身体能力、3人まとめて切れるヒートアクションだね。いや、ちょっとミルクちゃんがそっち側だったの割とショックだな。ほんとさっきも言ったけどさ、品田の人の良さにつけ込むような手でね。よし、いろんな武器使っちゃおうかな。なんかね、武器の攻撃丸ボタンでも技出んだよね。拾った武器だったら丸ボタンだと武器を投げるんだけど、持ち込みの武器だと丸ボタンでもちょっと違う技が出たりして、これが結構強かったりするね。よし、うわー、刺した。そのヒートアクションゼロで散々見た。よし、片付いたな。俺もさっさと逃げよう。よし。いや、でもこれまだ戦闘続く。続くよな。え、ちょっと待て、逃げるのあれから。マジかよ。
で、さすが、逃げる側のチェイス。しかも手前に向かって逃げる。うわ、これ見えずれ。なるほどな。でも小回りは効かないはずだよな。あー、でもなんか今ドリンクあったりしたら、いでー、いや、もうあれ一発で死ぬ、常人なら。体の強い元アスリートで助かった。あ、なるほどなるほど、いでー左下のミニマップも見ながらこう曲がる方向とかも考えていかなきゃいけないよね。これ難しいな。よしよしよし、いでこれ無傷で行くの無理だろ。もうちょっと小回り効かないはずだろ、そのフォークリフトは。扱いがうますぎる。まあでも大したダメージは受けないな。どうにかなる。インコースついて、こう、よし。あ、いいねいいね、ああやって最小限の攻撃で壁壊せばよかったのか。早く連打しろみたいな感じで出るからさ、急げー。なんか QT やりそうだな。ああ助かった、よかった。大丈夫か。何もなかった。高杉さん、足向けて寝れねえよ、もう高杉さんに。何その武器、パイプ2本持つ必要あんのか。あ、秘密を知ったやつには、そういう感じね。やるか。あ、今度は本当に高杉さんとの共闘だ、やった。なんかタッグで出せるヒートアクションとかないかな。おら、何使おうかな。あ、でもあんなら、レオ様のおかげで使いやすくなったよな、こういう耐久力消費する武器も。耐久力消費しづらくなったんでしょ。ちょっと待ってね。修行典型、倹約の心得、武器の耐久度が増える。別に耐久度が増えた感じではなかったけどな。消費が減るんじゃなくて、新しく手に入れた武器の耐久度が、耐久度の上限が増えてるとか、そういうのなのかな。まあいいや、使っちゃおう。おらー、これ一発でダウンだから強すぎるんだよな。お、演出入ったな。それ持ったまま逃げるんだ。え、これ追いかける感じだよね。行くぞ。あ、でもなんか武器いろいろ落ちてんな。あ、これバット見れるかも。見てて、これバット拾った時の。バットは人を殴るな。静かに置くのよ。これよ。おら。ちょっと待てよ、ちょっと待て待て待て、なんか高杉さんが敵掴んでくれたりしてんな。あん時に出せるヒートアクションあんじゃないのと思ったら、なんか高杉さんが武器持ち出しちゃったな。なんかこれだとヒートアクション連携技出なそう。ちょっと武器下ろしてよ高杉さん、そういうのじゃねえんだよ。なんかできないかな、掴んで。あー、これは違うな。うん、高杉さんの近くでやったらなんか違う技出るかなって思ったのに。おー、でもなんか技がつながるようになってきたな、最初よりも。うん、フィニッシュブローの後につかみ技を出すことができるんだよね。素手での戦闘も様になってきたな。で、ちょっと面白い技出そう。敵が起き上がるときにヒートアクション出すと、すごい技出すの、品田。腕、三角締め、寝技の心得があるのよ、なぜか。こんな雑魚相手にオーバーキルなんですけど、これかっこいいよね。これボス戦とかで出せたらいいなって思うんだけど。お、おら、あ、なんか今出せたかな、ヒートアクション。敵と高杉さんが掴み合ってた時、
今ちょうど、え、チャカ落ちてる。今ちょうどヒートゲージ溜まってない状態だったからな。とりあえず撃っちゃおう全部よしよし、使い切った。で、ちょっと高杉さんと、あ、来た来たぞー高杉さんとの連携はさ、いやー、これを見たかった。もうこれ見れりゃ満足よ。